いや、みんな今日ワークショップ、プロとしての最低ラインを知るワークショップってやつをやるんで、今準備を着々と進めて、こうね、もう掃除機もかけ終わったとこですよ。つって、なんかその準備だけで前は疲れてたけど、最近結構元気だな。内容的にはね、いろいろ考えてはいるんだけど、まあ時間が ないんですか、時間が限られてるじゃん。だからね、生徒さんにいかに効率よくこう項の部分を注入するかっていうのを今日考え、ずっと考えて、もうこの2週間ぐらいずっと考えてたかな。結果としてね、仏と人物を取ろうっていうのは募集の段階で決めてたんだけど、それに加えてね、その中でいろいろできるでしょ、いろいろできるし、逆には何もできないわけですよ、ほとんど何もできないわけで、時間が限られてるから、どこかなって思ったら、条件が限定されているところで取ってもらう、しかもその目的が決まってて、でなおかつ状況が限られてるっていうところで取らなきゃいけないのが仕事の場合って、みんなの実は仕事も大体そうでしょ。そのよほどその単純作業でこうベルトコンベアで流れてくる肉まんに、肉まんとあんまんでどっちかが赤スタンプでそれを押す仕事があるって伝説のバイトみたいなやつあるけど、まあそういうのってあんまない、意外とないじゃないですか、逆にね。ないから、じゃあどういう形で、その実際のプロ養成じゃないんだけど、ただ普段ただ のんべんだらりと、なんとなく自分の欲望をもとにというか、自分の欲望を目的に取るのが趣味として当たり前って思われてるけど、意外とそうでもないというか、そうでない世界が見てみたい人は多分俺のところに結構来てくれると思うね。そういうお客さんたちだと思うから、だからそれをね、やっぱりどこを限定して、どこが自由で、どこでその自己表現をするのかって、要はさ、種明かし的なところなんだけど、いいよね、生徒さんまだ来てない、事前にね、逆に生徒さんたちがこれを後で見ると、あそういう風だったんだって思うかもしれない、まあ、同じ説明するんだけど、要はそのこういう写真をモデルさん、レイラちゃんっていうモデルさんにお願いしたのね。でモデルさんがいる、まあ、例えばでもモデルさんとして撮るんじゃなくて、そのプロフィール写真なり取材撮影の一環なりで、まあ、まあざっくりプロフィール写真って撮る機会すごく多いんですよ。可愛い、こうなんていうの、可愛いポトレとかではなく、オフィシャルな、オフィシャルに使える感じのスッとした綺麗な、男性でも女性でも若くても年食ってても関係ない綺麗なポートレート、本当の意味だよね、ポートレートっていう形でプロフィール写真的なの撮ってもらいますよがもう出口で決まって、それの前段階として、じゃあそのどういう環境で撮れるのかっていうのは、仕事なんかの場合も決まっちゃってるわけですよ。まあある意味囲み撮影なんかの場合も決まってる場合多いと思うけど、でもまあある程度そこそこまあいい環境で決まっちゃってるよ。だから僕が組んじゃってるの今日こう、ああ客が組んじゃってるのね。で背景は別に好きに、なんて言うんだろう、できる場合も結構あるんだけど、まあ今日は白背景にしちゃいましょうと。でまあメッセージとして背景はどうでもいいってことだよね。でその状態でセッティングをして、でカメラの設定とかもこっちが出しちゃう、もうマニュアルモードでこれ固定 でそこまで決まってることってまずないんだけど、逆に言うと僕の発想ではそのあたりってもうね、なんて言うんだろう、ちょっと撮ってりゃ決まっちゃうわけですよ。そこのセッティングが決まらない人ってやばいので、ものすごく厳しいけどすると多分適正ないと思う。そのまあね、そのいきなり初めての現場だとあれかもしれないけど、初めての現場に出るまでに想定できることだろうから、そんなことは別にその素振りをしていれば、まあ、はいはいってなっちゃうわけですよ。だからそこじゃないんだよね。でもしもセミナーとかだったら、そこをそのセミナーだと体験が取ってもらうのはワークショップとかでね、そこを体験してもらうっていうのは一歩手前の段階として、プロ志向じゃなくてとにかくそのいい感じに写真が撮れるようになりたいっていう人に、そういう生徒さん向けには今日いいと思うけど、結構厳しめだから今日は。でなった時にそこのセッティングも出せるの当然だと思うから、今日も全然スルーにしちゃって、構図だけいい感じにやってもらえません、いきなり使える構図撮って、トリミングも何もなしにそのまま掲載できるやつを撮ってっていう話にしようと思って、今見えるかな、そこにカメラ、とりあえず俺の Z7 と2470をセットしてあって、でまあ 85mm でもいいんだけどね、別に。でセットしてあって、そこにモニターが、でかいモニターがあるわけですよ。でみんな何が起きるか想定できると思うんだけど、想像つくと思うんだけど、そこのモニターに常時映し出される状態で、って言いながらびちゃびちゃに汗をかきながら撮ってるのね。で
1カットいいのがあればいいってやろうと思って、すごい緊張感じゃない。で、そもそもさ、ワークショップの中で何やってるかっていうのみんなにも見せたことないもんね。そう、でももうなんかいい加減オープンにした方がいいのかっていう気づいた部分があって、オープンにするよ、どんどんね、できることはねと思って、だからこれはでも僕のワークショップの中でかなり一番かどうか分かんないんだけど、かなり厳しい部類に入るやつで、いきなり結果出してくれっていうのは、趣味で撮ってて楽しんで撮ってるっていうお友達に対しては別にそこまで求めない。だって本人が楽しければいいんだからさ、楽しむ上で、じゃあより楽しむために俺がこう横からこうちょこちょこっと入れ知恵していくスタイルが多いんだけど、今日のやつは結構厳しい目だからねっていうのをやってもらおうと思って。楽しそうじゃない。でこれね、こうもろにこれと同じやつ、やつをやるかどうかは別として、ちょこちょこやると思うんで、いや俺ね本当ね、すごく これが一番役に立つと思うの、そう思ってんの勝手に。でなのでぜひこれを繰り返していきたいなと思ってる次第でございます。この後ね、その生徒さんたちが撮影しても OK だよって言ったらね、実際に撮っているところちょっと、ね、挟もうと思ってるんだ。この感じを見たいで、あ、正面な感じでなんかいろいろちょっと動いてもらって、さあ撮っております、レイラ先生のポージング講座今お題はあれだよ、レイラちゃんに、レイラちゃんが私物持ち込んでもらってるんだけど、このフリルのブラウスを売るならどうなるか。ちょっと持ち上げたやつが、はい、スカッスカッはい、もう一回いきます。すごい今いい汗かいてんだろうか、はいモデルさんと相談しながらも大丈夫ですか？いや。いや、はい。相談じゃねえよ。カメラマンが決めなきゃダメじゃん。はい。いや、だからさ、ちょっと待って、今、レイラちゃんがしてたポージングが問題なのかいいのかっていうところからスタートで、はい、その問題があるならこうしてくれると嬉しいな、だし、どうそこどうなの？だからその、はい、機材トラブルだったのか、今止めたじゃん、いっぺん、はい。機材トラブルだったのか、レイラちゃんがまずかったのか、まさかそんなことはないと思う。そんなことない。どう？怖い。なんか自分のイメージがまだちゃんと湧いてないっていうところが問題かなと思いました。別にブラウス売れれば何でもいいよ。あ、わかりました。そこまで深く考えなくていいよ。あ、ブラウスが可愛くて売れればいい。はい、行きます。はい。レイラ先生のポージングを見てみよう、はい、はい、慣れてるなこの子、本当うまいな、はい、はい、今撮らせてもらってるだけな気がする。いや今完全にそうだ、はいと言ってシャッターボタンを押すマシンになってたよ。あ、なんか、あ、やってくれてる、ありがてえと思ったから。そう、それはそれでいいんだよ。それはそれで、はい、いいならいいで、はい、めっちゃいいです。レイラちゃん、ありがとうならありがとうで、はい、ありがとうございます。大事なのは、その、いや、それ今、トピックは、そのブラウスがよく見えているかどうかをレイラちゃんに伝えるの、はい、どうだった？めっちゃいいっす。売れそう？売れそうだった？これは、売れますよ。頭の色と後ろの時計の色がマッチしてるのは妙に向かってる。いやなんかレイラちゃん上手すぎてさ、全なんとでもなっちゃう感じだね本当に。どうしたらいいですか。でも今日はあえてやってるのはよっ、待って、ごめんごめん、邪魔して申し訳ないけど、セッティングはもう これと背景は決めちゃって、でその背景との距離もレイラちゃんが勝手に決まって、なんかもう職業上慣れちゃってるから決めてくれちゃって
でポージングとかも決まってるでしょ。最後何するかって言ったらコミュニケーションしかないですね。なんかブラウスがよく見えるのか見えないのかとか、その気を利かせて、カメラマンが気を利かせて、はい、ブラウスのここの部分をより見せたいので、はい、じゃあもうちょっとこうしてくれますかとかっていうアイディアがカメラマン側にあるとすごくいいよね、はい、このリラちゃん、この どこが一番ポイント？そこ？あ、ひらひらの、ひらひらの、あのな、こう恐竜の恐竜図鑑とか見るとこうないです。そういうのない。あの仮なんとかみたいな名前のやつ。そこなんだ。この袖。そこ可愛いね。そこのポコってしてるのね。可愛いね。今日はあのピアノの先生みたいっていう話でひとしきり盛り上がったんだね。そう、しかもあえて背中側は度外視して前側こう45度から45度までで勝負してる。よく見ると首のここも可愛い、ね、これも可愛いよね、うん、今全身撮りしてるんだけど、そのそういうポイントがいっぱいあるので、そこを拾い上げて写真に撮っていけるといいよね。ディティールはちょっと多い。そうそうそうだってさ、その例えば浴衣とか撮っててもさ、撮影会なのなんだの浴衣とか撮ってても、浴衣のどこがポイントでどこを写すとより可愛いのかとかって分析しないと。今日のポイントどこ？それ僕ですか？うん、オーバーオールのどこ？オーバーオールのどこ？そう、そうやってどん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 細かく。オーバーオールポケット2つポケット2つなの？ポケット2つがなんか可愛いな。そういうの、そういうのだったら自分が写真撮ってもらうときにポケット2つはやっぱりマストで押さえてもらいたいポイントになるわけじゃん。そうですね、はい、だから多分服作ってる人たちもきっと同じだから、それを拾い上げて、それがその実際に写真に撮るときによりいい感じに見えるには、そのレラちゃんにどういう角度になってもらえばいいのかっていうやり取りをしないと、はい、あれよ、さあ撮って、はい、あれよなんとかあれ、かわいい、あのフリフリを よく見せたいんで、はい、はい、あ、多分ね、あのスリープに入っちゃうんだよ。はい、大丈夫、はい、はい、フリフリの感情をよく見えるようにちょっと動いてみてください。ざっくりそうなの。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあちょっと肩のこの可愛いポコッとしたところを見せたいです。俺聞いたことそのまま言ってるだけじゃん。まず言ったことそのままちょっとフレーズしてみて。素直なのはいいことです。はい、あ、見える、レイラちゃん本当優秀だな、この子。あ、肩に、はい、そうそうそう、肩のとこが見えるなら肩のとこ見えるよ、レイラちゃん、ありがとうだよ。ありがとうございます。肩めっちゃいいです。それでいい、それでいい。ちょっと笑めっちゃいいです。お願いします。はい、はい、じゃあ次、首のフリフリの感じがよく見えるような。いや、それもうちょっと具体的に言えよ。あ、にはどういうポーズをしてもらったらいいのかな。ここの首のラインが見えるような感じなので、ちょっと横目な感じで。U スピードを変えた感じだった。はい。U スピード。はい、行きます。あ、はい、見える見える。はい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 。いいね。いいね。あ、見える見える。はい、うまい、はい、はい、うまい、左手がうまい、はい完全に俺が邪魔してる形。